宇都宮周辺の主要街道の略図。宇都宮宿は日光街道及び欧州街道の17番目の宿駅で、ケア国河内群宇都宮にあった。宇都宮城の城下町にあり、両街道の追い分けであったほか、国内各地を結ぶ主要道路が通る交通の要衝で日光街道で最も賑わった宿場町と言われている。現在の栃木県宇都宮市中心市街。 地中西部地域。宇都宮宿は、宇都宮城の城下町であり、宇都宮大名人の門前町でもあった宇都宮が、徳川家康の命により、天馬役を命ぜられ、宿液として整備されたものである。宇都宮藩により治められていた。東海道に続く、街道整備により、宇都宮宿にも、天馬役が命ぜられたのが慶長七年であり、以来宿場町となり、人足十五人と、 馬二十五頭の常備が義務付けられていた。一方で、自主免許状が交付され、土地税は免除となり負担軽減の措置が取られていた。現那三年に徳川家康が日光山に祀られ、官営十三年に徳川家光によって現在の当省者が日光に造営され、さらに商法二年に朝廷より当省者に宮号が宣言され日光当商具となると、 日光街道は三景道としての重要度も急速に高まり、分世期には日光街道を参勤する大名家川41屋を数え、五街道では東海道の146屋に次いで多いなど通行量が増大した。天馬役は日光街道と奥州街道の追い分けである天馬町、池上町界隈で受け持っており、当初は東国町で担っていたが負担が重かったため、 天馬町に移され、さらに、小天馬町や池上町にも拡大された。宇都宮宿で最も栄えたのがこの天馬町や、池上町界隈で、多くの商家や豚屋が店を構え、漢文10年には、本陣と脇本陣が置かれている。愛国町には、基地宿が設けられ、一般旅客の宿泊所となっていたほか、引地町や材木町には作り酒屋や遊郭なども、あった。 宝来町、大国町、宇多橋町などの界隈では七のつく日に死が立ち、大変にぎわったと伝えられている。また、日光街道には二宿に、官名改め書が設けられたが、一つは、千住宿に、そしてもう一つが、宇都宮宿新国町に置かれていた。天保十四年の日光道中宿村大外町によれば、宇都宮宿は、南北二十町。 東西18五58件の規模で、本陣は2件、脇本陣は1件設けられ、旗子が42件あった。宿内の矢数は1219件、人口は6457人であった。門前、寺社を含めた宇都宮城下では、天保15年の記録によると、矢数1693件、人口15500人であり、江戸初期には32町であったのが、 後期には48町まで増えている。本陣は日光道中と欧州道中の追い分けにあたる伝馬町及び池上町に1軒ずつ、脇本陣は天馬町に1軒、それぞれ所在した。他、街道沿いには大飛寺や慶林寺など自社群が多数林立し、宇都宮は日光道中で最大の繁盛の地であった。その賑やかやいだ様子は、 日光道中絵図からもよく見て取れる。隣の宿すずめ宮宿宇都宮宿、日光道中宿村体外町による、日光道中期による、日光道中絵図真記録による。ありがとうございます。